でまた何かイベントが開催されてるみたいだな。その前金の残りを、いやいや、千代さんを疑うつもりというより結婚し、あれって千代じゃない。そっか、確かに私に二言はないわ。ドレスは日の当たらないところに置いて。なるべく我慢するこれを着た私を見たら彼も来ちより店にいるなんて珍しい。何よそれ。今日は何を見に来たの？オーダーメイド？すごいや、子供じゃないぞ。ああそのこと。ファッションウィーク中って何？面白いとは言えないけど賑やかなのは待ち。じゃあちよりもファッション？もちろん、フォンテーヌ邸のファッション。そうそう、チヨリというブランドも。あれ？でもチヨリはもう十分有名だろ。それとこれとは話が。もしみんなが今年はまともなし、詰まるところ、ファッションっていうのはある種ロ、おお、とにかくファッションウィークでも。そうね、デザインはもうフォンテーヌじゃ買えない生地の。うん、やっぱり稲妻の織物の肌。あ、わかったぞ。まあでも稲妻からフォンテーヌ。その点については大丈夫よ。ごめんなさい、ちょっと通してください。千織お姉さん、 あなた宛ての。もう息を整えてから話。千織が言ってた配達員って。あれ旅人それはまた今度にしよう。ずいぶん遅れちゃったからのんびりと普段。なんだか。それよりどうしたの？道中で何か。え、ううん、ちょっとしたトラブルがあっただ。盗賊？放盗団？違うの。実は尻尾が正直なところは相変わらずね。実はフォンテーヌに入って、その人たちはいつも会う強盗とは違う。え、むしろ私の記事を。うん、荷物置いてけば。キララ、怪我。平気平気、私こう見えても。待って、強盗に荷物を狙わ。ねえな、え、そ、ふん、そっか。千織お姉さん、それはずるい。実はあの人たちがどうしては。そしたら強盗の中に口の軽い。その人の名前、千織お姉さん、もういいんじゃない。ありがとう、キララは優しいのね。でもましてやそいつは私の。わかったよ。言うさ。ねえキララ。だから千織お姉さんには。あれ、二人とも前に千織お姉さんが愚痴ってたんだ。ってことはファス。こんな汚い手を使うやつを。ユーサーは私のデザインが気に入らない。小賢しい真似なんかしないで正々堂。あれ、千織お姉さんどこ行くの？誰かさんを分からせに行くのよ。ちょっと千織お姉。言っちゃったな。しおりのことが心配なのか。しおりお姉さんは思ったことをそのまま口にする性格だし、怒ると怖い。旅人っぽいも。しおりお姉さんよ。仕事中かし。隊長と呼ぶときは。お前たちもいたのか。シュブルーズ、また会ったな。ああ問題はない、あの英英のおかげで。ただパトロールをしてる。何せお前はあの英英の。それで、うん、ちょっと来てくれる？その言葉を私に言うのはお前くらいだ。来るの？来ないの？何がしたいか把握しておく必要。私って間違えたことあった？お前がルール通りにやってくれたことがあったか？ある男が人を雇って私の友達から荷物。それで特巡隊隊長を呼んだと。
通報特巡隊の隊長に監督してもらうためよ。そうなる可能性がある。ならないよう努めるわよ。わかった。私についてきて。こういうことは今度から減らしてくれ。いいわよ。でもそれは先に手を出してきた相手に言ってちょうだい。ここよ。ちょっと待ってて。お前たち仲がいいんだな。しおりが言ったようにやりとりをするうちに親しくなったんだ。じゃあしおりって、ああ同じように特巡隊も一般人がこの制服や銃を見るとメロピデ要塞のだが、そういった輩が服屋に行くとその口から、なるほど、自分はいろい、そうだ、自分のやっていることを自慢したり他人の情報だから、千織は店でいろいろな噂を聞くことが、お前が言ったお互いに、ああ、私がここに来たのもただごくまれに厄介事をふっかけてきたところで、今回千織の激、ああ実は、何、ユーサーのやつが、どうしたんだ。やつはこれまでに何度も千織屋に迷惑行為を働いてきた。その手段も終わったな。何が終わったんだ。ユーサーのことだ。お前たち、おお、今回はおそらくそのごく、何のつもりだ、近寄るな。愚かの意味を知ってるかしら。それは何度も何度も何度もな、とっくに言ったはずよ。私の前でああいった低能な手段はもしまた私の友達の猫の毛に一本でも触れたら、おい千織ああ、警察隊員様、見てく、もちろんそういったことは取り締まる。だがすまない、ちょうどこの旅人とはだから、今から中に入り現場検証と証拠の収集をさせてもらう。お、それは千織さん、今度はフォンテーヌの街中で。ええ、ごめんなさい、小さい頃からの習慣で街中で。お前二人とも、まだ何、私はもう大丈夫、同じような、これで終わりだと思うなよ。さっきはびっくりしたぜどう、褒めてるわけじゃない、私はならないよう努めるって。最初はちゃんと口頭で注意したのよ。外に投げ捨てなければならないほどのか。そうよ、信じてくれないかもしれないけど、警察隊に任せてくれてもよかったんだ。もちろんそうするつもりよ。でも証拠を集め、私はこれ以上ファッションウィーク中に面倒事を起こしたくない。ああそういえばもう一つ、残念だが今日の手伝い分はもう使え、そう、じゃあちょうどいいわ。私が使うのは明日の。最近使いすぎじゃないか。それに見合う情報と交換してあげるか。前に君も言ってたでしょ、助け、ただいま。やっと帰ってきた。何もないわよ。この先フォンテーヌ、ごめんなさい、しおりお姉さんに迷惑。もう何言ってるのよ、キララは全く悪くない。次に町を出るときはフォンテーヌの特需、そうすれば次に配達するとき砲塔団ん、冗談を言ったわけじゃ。え、特巡隊の隊長にはもうよろしく伝えておいたわ。明日特巡隊が朝練のコース、いやいやそこまでしなくてもいいよ、配達員が銃を持って
持った人やサングラスをかけ、オンテーヌに来る旅ってわけじゃないし、私の友達に手を出したらどんな結果になるか。うん、よく言ったわ。君たちまでそう言うなら、悪い奴らを懲らしめて記事も手に入った。これでしおりもぶっ、うん、もう大きな問題はなさそうね。スポンサーってそんなに重要？もちろんよ。デザイナーのために資金、今回のフォンテーヌ、しおりお姉さんのブランドはもう十分有名だと思うよ。でもしおりというブランド、それはそうだけど、それはまだ十分有名じゃないってことよ。テイワと全土に？わあ、じゃあ私どちらかというと君にはもっと木の上でうたた寝し、そういうことならオイラたちも手伝うぞ。うん、もちろんあるに、の、なんだな。よかったら、おお、つまりオイラに、そういうこと。君たちに難しくなさそうだ。ステージに立つモデルはもう予約してある。でも気に入ってくれたならチオリアに、ひひ、ちょうどオイラも来じゃあ、そういうことで旅び任せとけって、おっ、チオリ来たぞ。あら、早いわね、まだ営業前の。あれ、キララはもう帰ったのか？うん、朝早くに。問題なさそうだった。大丈夫よ、護衛隊の木特巡隊は重要人物でも護衛する。みんな遠いところから集まってキララのために道中の安全を確保してくれた。ナビアなんか別れ際にその場でマカロンを。どうやらナビアはごそ、そうかもね。今回は時間がなくて豪華なもの。しおりとナビアって似てるところがあるよな。多分それも私と、あのお嬢様は生まれつき気骨があって、どんな逆境にも、これは私のブランド理念でもあるわ。だから、おお、ブランドの、そういうこと。服は見た目さえ良ければいいもんだ。でもその服をテイワとゼ、あ、つい話、そうだ、オイラたちモデルをしに来たんだったよな。じゃあ私は生地とサンプル品を持ってくるから、君たちを、既製品の服を種類とデザインによって、店を開くのにもいろいろと。じゃあここは君たちに任せたから。とにかく似たようなデザインの服を一緒に並べればいいんだよな。生きとし生ける者の意思は全て尊重されるべきです。悪くないわね、君。よし、そこに立って動かないでね。まずは採寸するから。しおりさん、お邪魔します。ん？リーアンヌじゃない？ええ、君のドレスは来週完成する。いえ、違うんです。あ、キョンセ、あの、もちろん前金はそのまま受け取っていただいて大丈夫です。私が気にしてるのはそこじゃないわ。何かあったの？それは、まあ君を困らせるつもりはないから深く、はい、もう気にしないで。もし何か、今の人様子がおかしかったな。キャンセルの理、まあ気にしないで。こういうことってたまにあるから。家庭の事情で急に残金を払えなくなったとか、パートナーと彼女の様子からして悩みを。かわいそうだけど。そうね、さあ続き。しおりさんはいるか？ん？何の用？その、この服を返品。え？いや、
どうしてって言われてもな。合わなければいつでも返品していい。どこが合わないの？袖が短い？それとも色が濃かった？そういうのはいいから。とにかく返品がダメとは言ってないけど、少なくとも理由がし。シオリさんはいるか？このまたかよ。ちょっと何よ、テイワットが爆発でもするの？それともまたフォンテーヌが水。同じ日にこう何人も返品を頼んでくるなんておかしい。お前らの売ってる服はどうなってるんだ？犯罪者と手を組んだ。お客さん落ち着いてく。一体何のことだよ。お前ら知らないのか、シオリアが犯罪者たちとただならぬ関係にあるって。そんなデマを載せてるのはどこの。しそれより説明してもらおうか。この記事どこの違法。私は前にも言ってるわ、材料に何も。そんな噂を信じるくらいなら、服を着なければ災難から逃れられるっていう予言を信じた方がマシ。なんだと？エローフェ。はい、チオリさん。外でお客さんたちの返品対応をしてきてくれる？理由は聞かなくていいから。わかりました。対応が終わったら店の前に案内を出して。はい。しおり、明らかに根も葉もない嘘よ。気にしなくていいわ。フォンテーヌファッションウィークに集中できないよう私の体力を削る。確かにその通りかもしれ。疑惑を晴らす一番の方法は。しおりさん大変です。もう落ち着いて服を作らせてくれないわけ。シオリアにアクセサリーを下ろしてる業者の方が来まして。ファッションウィーク。どういうこと？アクセサリーを全部。はい、これを伝えに。じゃあそこに依頼したモデルは。おそらくそれも。業者までデマに流されてるの？それを伝えに来た人は。いえ、もう帰りま。アクセサリーって服につける？それだけじゃないわ、装飾用の宝石や。ヘローフェ、君は店にいて。そうだな、オイラが保証。うん、お願い。誰だ？ベンゲル、チオリよ。うん、付き合いも長いんだし、せめてドアを開けてちゃん。相変わらず直球だな。ビジネスマナーにも少しは気を。そんなマナー私には何の利点もないわ、弁護。今日の新聞は見たか？どうせくだらない憶測や誹謗中傷でしょ。人。そうだな、私も普段はスチームバード新聞しか取っていないし、他の。じゃあ例のデマはスチームバードし。いや、ファッション記事がメインの。なら気にする必要ないじゃない、そんなデマ。しばらくした、はあ、それが今回どこぞの人物が新聞社を複数買収して、あの記事を同時各家庭に一部ずつ。どう、写真って？昨日君が街で人を。昨日ってまさか。またユーサーのやつね。ほらここに一枚あるから読んでみるといい。巨大な黒幕のような存在であるチオリ。犯罪者たちはチオリというブランドにある可能性を見出した。事情はよく知らんし、憶測で口を挟むつもりもないが、あの写真の写り方じゃ確かに君に非があると思われるだろう。そうだぞ、悪いのはあいつ。ありがとうパイモン、でも今さら何を。そうだな、世論に法律なんて通用しない。君の相手はよほど。そんな昔のことまで。過去の罪は服に染みついた泥みたいなもんだ。噂では君の店を訪れるのは犯罪者。あまりにもバカバカしすぎてどこから。これは笑い事じゃないぞ。君の店に犯罪者が来たことあるかどうかなんて人々は知るよしもない。とにかくこの記事は真実とデマがごちゃ混ぜになっていて。ベンゲル、
本当に考え直してくれないの？フォンテーヌ私が申す。でもこの年じゃ揉め事に身を投じる気力もない。何もこの先ずっとチオリアとの協力関係を断とうってわけじゃない。ファッションウィークの間だけだ。わかったわ。君の仕事仲間として一言だけアドバイスさせてもらうよ、チオリ。今回のファッション我慢するならお好きにどうぞ。私はこんな境遇に陥った。だったらこの性格のおかげでチオリアが成功した。確かにそうだな。なら幸運を祈るしかない。モデルの方は分かった。じゃあ、なあこれからどうするんだ。アクセサリーがないともうムカムカして。世論は成否を問わず。ふん、とんだ失態だわ。とりあえず一旦戻るか。旅人、パイモン。俺、シャルロットじゃ。君たちに会いに来たのよ。今朝のファッション記事を扱って。あのデマだらけの記事のことだろ。でしょ。あの記事を書いた人はスチームバード新聞が。こんな根も葉もない記事。千織さんにこのまま汚名を着せるわけにはいかないわ。いいのか。助かるぜ。当然よ。千織さんとのこれまでの付き合いで、私の写真機、ベリテ君の帽子と蝶ネクタイも。あ、そういえば千織さんは君たち。あれ、さっきまでいたんだ。俺が見たところ、チオリアは今回の件でもうダメだろうな。客に黙ってあんなことをやってたんだ。ま、当然の報い。私、チオリアで服を買ったことがあるのよね。え、本当に？実際どうなの？確かに店主は怖そうな人だったわね。犯罪者と裏でつながってたなんて、背筋がゾワゾワするわ。町の人が話してた内容を聞いたか。千織さんは普段あんま。それに千織さんのやり方。ユーサーのやつだ。まさか千織のやつ。あ、もしそうなら千織さんはますます不利な状。確かにそうだな。エロフェ、戻ったぞ。あれ、そいつって。こちらはラキシアさん。あ、確か昨日ウェディングドレスを受け取りに来てたよな。そんな、とんでもない。千織さんにはお礼を言いに。君もあの記事を読。ええ、あなたたちは事情を知らないと思うけど。ええ、私の婚約者は商人で、商売もまあまあうまくいっていてね。多分私がいつも何の気もなしに千織屋の服。でも何か。その後は彼の商売にトラブルがあって、資金難に陥って。お、でも前金で。ええ、実は注文をキャンセル。そしたら千織さんがこう言ってくれたのよ。ドレス代は前金で足りる。ってことは無事に受け取れたのね。ええ、それで昨日家に帰った後、どうしても我慢できなくて。あらら、それもそうよね。うん、問題はそこじゃ。彼は長年商売をしてきたから目が利く方でね。お、つまり。そう、生地や装飾、デザイン、ジュエリーに。ほう。ラディシアさん、もし差し支えなければ今。え、うん、きっと役に立つはずよ。捏造。ところでしおりはまだか。え、てっきりあなた。あれ、じゃあど。そうですね。あ、そういえばしおりさんなら二手に分かれて行動しましょう。ま、おう、じゃあ。あ、二人いたぞ。ん、なんで君たちがここ。しおり、あんま落ち込むなよ。おいらたち。落ち込んでなんかないわよ。
君たちも座ればいい景色よ。仕方ないでしょ、いつもは私。じゃ、遠慮なく。どう？確かにいい眺めだな。でしょ？静かで広々としていて、煩わしい記事も騒ぐ声も届かない。代わりに、うんうん、わかるぞ。時にはない。はあ、私の家はね、他の子たちと一緒に木を登ったり。へえ、ちょっと。そんなやんちゃな私でも、裁縫となると無心、好奇心旺盛な子供が色と、うん、そんな私を両親は稲妻の有名な裁縫師に弟子入りさせてくれたけど、え、お前、そういう問題じゃなくて、奇想天外な考えを裁縫に取り、それに鼻を高くしたお偉いさんたちにそんなこんなで弟子入りどころか、だから稲妻を離れる前に怒りをこらえながら師匠たちに豪語してきたわ。いつか必ず私が作り上げたブランド名を。かっこいい夢だな。それからフォンテーヌ邸に来て、ファッ、最初の頃は本当に楽しかったわ。当時の私にとってファッションってラティシアのこと？チオリアのウェディングドレスを着るのは自分の夢を追い求めてるつもりだったけど。よし、気晴らし完了。おお、すっかり。最初から落ち込んでなんかないって言って。まずはユウさんのやつが誹謗中傷した証拠と、人、シャルロットが今反撃罪。世論で戦うのはあまり好きじゃ。ユウさんの工房の住所を知って。うん、あとで今回のフォンテーヌファッションウィ。え、何言ってるの？え、でも、それについては確かに今のところ、ま、君たちには正直に言うわ。フォンテーヌのだから、ここで負けるなんてまっぴらご。お、海、お、チオリ、海、貝殻、あ、あった。お、行こう、海に飛び込むの。え、チオリ、あ、まっ、いきなり海に飛び込むなんて一体どうしたんだよ。タイモン、海の中で一番綺麗なものは何だと思う？ルエトワールとか真珠とかサンゴ、それから、あ、わかったぞ。それで服のアクセサリーを作るつもりなんだろう。わかったならいっぱい取ってちょうだいね。うん、任せてくれ。これだけあれば十分だろ、チオリ。うん、どれも良さそうね。よし、じゃ、さす。そうね、でも戻っ、アクセサリーの材料は揃ったから、次は手元にあるもの。新しいデザインを？徹夜すれば間に合うはず。寝ないのはダメだぞ。誰のこと？残業好きな友達がい、とにかくちゃんと休まないと。ただの冗談よ。でも、はあ、フォンテーヌファ、何かオイラたちに。そうね、店にある服を全部ちぎってもらえる？任せろ。言った通りよ。初めてファッションウィークに参加した時だから、稲妻から持ってきた服、店にある服ならそのまま使える。でもお前が苦労して。分かってる。でもたとえ全てをな。分かった。何ためらってるのよ。もし普段こんなことをするやつがいたら、ストレス発散のつもりで思いっきりやっちゃって。
綺麗にちぎってくれたわね。ちおり、大丈夫？遅くなってごめん。え？どうしたのこれ？なん？誰の仕業？悪党め。相手の名前を教えて。着るものがなくなる感覚を。スピナ。ナビア、落ち着けって。うん。え？一体何の茶番劇よ。生地とアクセサリーを。え？そうだったんだ。ナビアも。怒ったらすっ身近な人が濡れ衣を着せられることに私ほど反感を二人ってもちろんチオリアの服は本当に素敵だし制服も頼んでくれたらいいけどチオリってそういう決まったチオリの情報のおかげで助かったことが何度もあるの普通の服屋にしたいとは思ってるんチオリスピナディロースらに手伝ってほしいできれば手先が器用な人を何人か送ってもらえたら助かるわええもう手配済みだから安心してしおりがファッションウィークを諦めるわけないっていつから始めればいい私も手伝うからうんうんナビアには仰せのままそれから旅人にパイも取材は終わったわよしおりさんは帰ってきたかしら誰の仕業名前教えて明日の新聞に大またなのリネリネットよかったもうちょっとで出るところだ新聞の件を聞いてしおりさんのところにしおりさんは以前僕たちのステージ衣装を作ってくれたことがあるしタイミングバッチリだなオイラたちなるほどそうだったんだねおう実はそれだけでいいのかいお兄ちゃんと私にはお安いご用ならオイラたちも安心あとはユーサーが悪事を働いた証拠この2日間はそっとしといて服が出来上がファッションショーは2日後だよねしおりが言うにはまずはファッションショー二段構えってことかい正々堂々勝負した後わかったしおりさんがそう決めたのうん頼んだぞオイラたちはしおりに言われた通り服がうまく仕上がるといいなあ、来たわねチオリ服の制作はあともう少し工程が残ってるけどエローフェに時間ギリギリだな安心してユーサーのあいつが先に悪さをしたのはやつの工房は普段から私たちはただの工まあお前さあれがユーサーの工房よえなんで販売戦略の違いね千代なるほどな全くその通りねよし無事に入れたな本当に誰もいいらっしゃいませ、お客様。うわぁ！びっくりした！なんだこれ？ユーサーの工房に見学に来た客を案内するロボットガイドよ。音声は自動再生なの。どうぞ、こちらへ。まずは、当店の商品デザインの変遷についてご紹介いたします。それから当店のベストセラー商品もご覧いただきたいと思いますユーサーのやつ結構頑張ってるみたいだな商売に専念すればいいものなんで悪巧みなんかするんだよこちらはデザイン室となりますこちらは試着室となります。お客様はご自由に使用可能です。ん？試着室の中に何かあるみたい。うわ、ドアが閉まったぞ。しっかり捕まって、パイモン。うわ、なんでいきなり動くんだよ。止まったみたい。
者たち、一体どこに運ばれたんだ？工房のさらに深部に運ばれたみたいね。やっ、センスのないやつね。ゾーランド行こい。くれないに染まって散りなさい。たもと。やっ。すごく汚い。 あっちを見て。うえ、水がめちゃくちゃ汚れて。ユーサーのやつ、汚い手口で経営してる。彼の作った服は手触りがおかしい。コストを抑えるために、こんな風に作られた服を。色褪せや服が縮む問題はさておき、ひどすぎるぞ。早くこの食で、あいつも法廷で言い逃れできないだろう。あれ、道がないぞ。ついてきて、上へ向かいましょう。感じ、倉庫っぽい。来た道が塞がれたぞ。どういうことだ。私たちが来ることをよ。そういえば千織、ユーサーはお前。うん、実は。え、全然そういう風には。フォンテーヌに来たばかりの頃、私も彼もデザイナーとしてファッションの舞台に憧れてた。伝統にとらわれず、他人とは一線を画したデザインで、けど周りからの不評を。そしてファッションウィークの前夜、彼は理想の服を。私は一か八かの覚悟で全てをかけて臨んだわ。最後の日にやっと納得のいく服を。しその結果、しおりは一躍有名。具体的な事情は私も知らないけど、しおり屋を開店して以来、彼が毎年のようにちょっかいをかけてきたのは事実よ。お前の成功にやきもちを焼いてるだけじゃんかよ。かわい。とりあえずはここから出る方法を考えましょう。ファッションショーに間に合わなくなったら奴の思うツボだわ。あそこに捜査隊が行く。何も反応がないな。これも反応がない。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。
ような弱さね。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードもオンにします。よっ、裁きの雷鎚。身の方。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードもオンにします。ここより弱滅の時。ほら、警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。動きが変じゃないか。警告、不法な侵入を検知しました。工房を閉鎖します。よっ、警告、不法な侵入を検知しました。工房を閉鎖します。ほう、これは予想外だな。下の方位から抜け出すとは。ユウさん、もう逃げ道はないぞ。その証拠を握ってるお前らがここから出られ。また警備ロボ、本当に懲りないの。俺にとっちゃこれがまともなことだ。チオリアを潰すこと、それともファッションがただの滑稽な茶番劇。君はファッションの時流にとらわれすぎよ、ユーサー。この後に及んで説教はやめろ。いずれお前も。ううん、ファッションとはある理念に対す。ファッション業界の長寿ことチオリアがどん底に陥った時、その理念。君のそのくだらない思い込みを証明するために。昔の君はこんなんじゃなかった。人々の現実離れした夢を追うことがどれだけ馬鹿げたことか気づいた。自分の夢を諦めた挙句、今やそれを全てを見透かしたかのように君は思い込んでる。正直情けないのはテイワット全土に。君の言う通り、夢を。でもそんなバカになる。なんだと。そうだぞ、ここ。うん、君たちこそ先に行ってちょうだい。でも大丈夫、
先に会場に行って、ここは私が直々にあいつを懲らしめてやらないと。行かせるものか！君と協力関係にあった過去に免じて、今までは多めに見てあげ君の工房を見学させてもこの後に及ん過去に何を経験して、どんな私の友人の言葉を借りれば、しおりというブランドに込められた意味を。しおりは一人の人間や一つのブランドってだけじゃなく、一つの理念なの。ファッションウィークへようこそ。しおりやがお届けする声援をご覧ください。華やかで目を奪う一線を隠した美しさ、そして何より大事なのは絶対に屈しない信念、それこそがしおりブランド。それでは雷鳴の最近誌しおりの登場です。しおり、まさか。先頭、ライトをこちらに。 It's showtime。 時代が変わり世界が変わっても、しおりは変わらない。相手が誰だろうと、どんな壁に阻まれようと、しおりは屈しない。たとえ時代が相手でも、しおりはファッションの先端を駆け続ける。最後にお忘れなきよう。夢を追いかける道でいかなる困難にもくじけない人こそ、しおりのブランドにふさわしい。では夢を追うすべての友人へ、ファッションウィークをどうぞお楽しみください。これでどう？もうちょい左。こう？うん、完璧ね。よいしょっと。いいわね。もちろんよ。しおりお姉さんがお店のロゴを作ってたの。ファッションウィークが始まる前から用意してた。レイワットを席巻するならブランドロゴぐらいないと。言われてみればうちの魔術だ。ならそのロゴにはお兄ちゃんと私のと。じゃあペールスのことは。じゃあ帽子の中に2匹のね。ああ狭そう。しおりさん、写真もバッチリ撮れたし、旅人が渡してくれた証拠。ありがとうシャルロット。気にしないで。人々に真相を伝えるのは記者と。お礼に今度からベリテ君の衣装は全部無理。キャハー。もちろんよ。リネとリネットも遠慮しないで。ステージ衣装以外はオンに着るよ。しおりさん、私は何もいらないからね。代わりに。私も何もいらないよ。これからも国際。ああ、そういえばキララはいつ帰るの？あ、そのスピナディロースラで人力車を手配しておいたから、キララを乗せてみんなで。おそれは恥ずかしすぎるにゃ。ひひ、オイラたちも何かお礼が。もちろん後で。会場の秩序を乱し、スポットライトを無断で利用。また、今述べた事項に該当するものを見かけたら。罪状を並べるのは楽しい？こっちのセリフだ。次また会場であんな。もし事前に君に。いや、だがせめて。それなりの見返りもあったでしょ？有害な。まあ、そういうことにしておこう。まあまあ。ここにいる人はみんなと。私はいい。まだ処理をしないといけない手続き。そうだ、しおり、
ここに来る。はいはい、どうせすまないとか謝ってたんでしょ。君にもお礼を言って。当たり前のことをし、さっきのパフォーマンスは当然でしょ。さ、打ち上げに参加する人はな。旅人パイモン、景色のいいところでちょっと待っててくれ。景色のいいところ、あ、あそこだ。うん、すぐ行く。お待たせ。そんなに待ってないぞ。でもなんでわざわざここで渡すんだ。はい、これ受け取って。これってブローチか。お、チオリアのロゴだな。ん、オイラの分もあるの。まだ2つしか作ってないのよ。いろいろ考え、今回君たちにはかなり助け、君たちの信頼に応えるために。でも一番の功労者。ううん、違うの。夢に向かって長年走り続けてきて気づいたことがあるの。自分自身の信念や忍耐も重要だけど、一人でできることはたかが知れてる。もし今回君たちが助けてくれなかったら、私は本当に何もかも失ってたかもしれない。それはちょっと大げさじゃないか。確かに偉そうな言い方だったかもしれない。これだけは自信を持って言えるわ。チオリアの服は最高の品だってね。なら心配する必要はないな。じゃあそろそろ打ち上げに行こうぜ。ええ、そうね。でだってフォンテーヌに来てから